エロイ・アルトゥーロ・ヒメネス・ソラーノは、ドミニカ共和国産とドミンゴ出身のプロ野球選手。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。ウトウミギウチ。2013年、アマチュアフリーエージェント最上位に選ばれた。7月、シカゴ・カブスとアマチュアフリーエージェント契約を結んで、プロ入り。2014年に、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブスで、プロデビュー。42試合に出場して打率。 227、3本打二27打点、3盗塁を記録した。2015年は A-9、ユージーニ・エメラルズでプレイし、57試合に出場して、打率。284、7本打三33打点、3盗塁を記録した。2016年は A 級、サウスベンド・カブスでプレイし、112試合に出場して、打率。 329,14本塁打、81打点、8盗塁を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出され、打っては、本塁打、守備でも咲く声キャッチを披露した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2017年は、開幕から、A 級マートルビーチペリカンズでプレー。 6月29日には2年連続で、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2017年7月13日に、ホセキン・タナトのトレードで、ディランシーズ、他2名のマイナー選手と共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。移籍後は、参加の A 級ウィンストン・セーラム・ダッシュと AA 級、バーミングハム・バロンズでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で89試合に、 出場して打率、312、19本類六打65打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2019年3月21日にメジャーデビュー、前の選手では、異例となる6年総額4300万ドルで契約した。2025年からの2年間は、球団側が、 選択権を持つオプションがつき、行使されれば、最大8年総額7750万ドルになる。3月28日のカンザスシテロイヤルズとの開幕戦で5番左翼種メジャーデビューし、初打点を記録した。開幕から試合に出場し続け、4月12日のニューヨークヤンキース戦で、ジョナサン・ホールダーからメジャー初本塁打を放った。 また次の打席でも本塁打を放ち、新人選手の1試合に本塁打は、球団では1980年9月7日のハロルド・ベインズ以来、史上2人目の記録となった。またアウェイの選手がヤンキースタジアムで初本塁打を記録したのは1993年のマニーラミレス以来となった。4月26日のデトロイト・タイガース戦で、守備の際に、 右足首を負傷し、28日に故障者リスト入りし、復帰まで約1ヶ月費やした。9月22日のタイガース戦で、デビュー1年目にして30本塁打を記録した。最終的には打率、267、31本塁打、79打点と打撃面では、良い成績を残したが、守備では、ウザーマイナス5.1、デフマイナス10.1、10. DRS-11 などと悪かった。新人王の投票では、ヨルダン・アルバレス、ジョン・ミーンズ、ブランドン・ローに次ぐ4位だった。2020年は60試合制で55試合に出場し、打率296.14本塁打、41打点、オプス891の好成績で、球団として12年ぶりのポストシーズン進出に貢献した。 オフにシルバーアスラッガー賞を受賞した。2021年3月24日、スプリングトレーニングのオークランドアスレチックス戦で、ショーン・マーフィーの打球を、フェンスの上まで腕を伸ばして補給しようとした際に、左胸筋腱を断裂し、同月30日に手術したため、復帰まで5から6ヶ月かかると見込まれた。選球眼や守備など、課題も多いが、強権強打の大型外野手として、 本類打おも狙える逸材と言われる。荒々しく見えるが、広角に飛ばす技術もある。ありがとうございます。